シャワー浴びて出発するから。ハイジのエメです。はい、皆さんこんにちは。本日僕ら二日酔いでございます。今ね、もうとんでもない頭痛ととんでもない腹痛に僕追われています。まあ兄とちょっといとこたちとまあちょっと服飲みしてたんですけど、飲みすぎました。はい、ベロベロになってしまいました。で、今起きたんだけど、もう昼前です。はい、もう寝坊です。遅刻してしまいました。今からね、僕ら撮影もするんですけど、ちょっともう頭痛すぎて、まあとりあえずね、まあ僕は起きれたんですけど、兄のエムレはまだ寝てます。そこでね、ちょっとせっかく寝てるということで、これをね、まあピンチをチャンスに変えていこうと思って、兄にね、ちょっとドッキリを思いついたんですよ。ってことで本日の企画、アンダーズの銀の盾が消えてたら、兄はいつ気づくのか、よいしょ。銀の盾が消えてるドッキリでございます。昨日の夜ね、ちょっと宅飲みしてる時に銀の盾について結構話したんですよ、ちょっと友人たちとね。なんかすごいね、銀の盾初めて見た、銀の盾ってこうなってるんだとか、いろいろね、ちょっとね、銀の盾の話題が出たんですよ。で、一人、その中の一人が銀の盾欲しいな、ちょっと持って帰っていいかなみたいな、めっちゃ冗談で言ってたんだけど、で、多分兄は銀の盾が消えてたらその子が盗んでいったのかって思うじゃん。そう、結構だからこれリアルにはなると思うんですよね。兄は本当に銀の盾が好きで、もう本当に好きすぎて朝起きたらなんか拭いたり、なんかよしよしとかやってんの、もうなんかペットみたいな感じなのね。だからまあ多分ないことにはすぐ気づくと思うんですよね。さて、銀の盾はどこにあるでしょうか。皆さんわかるかな。あら、銀の盾ありました。はい、ここに置いてます僕ら。ちょっとこれどこに隠そうかな、これどこに隠そうかな。なんか久しぶりにこんななんか触ってみたな。ちょっとこれを本日ね、ちょっとどこに隠そうかな。こっちの寝室、こっちの寝室のちょっとね、この中に、この中に入れましょう。はい、この中にちょっと銀の盾を隠していこうと思います。うん、銀の盾はとりあえずベッドのとこに隠しておきました。はい、銀の盾がありません。これ普通に気づくかな。兄がここに座ってるやん。で、銀の盾ないやん。これなんかさ、寂しくない？うん、なんか壁が寂しくなったよね。まだ爆睡状態です、多分。はい、めちゃくちゃ寝てます。おい。めちゃくちゃ飲みました。エムレが一番昨日飲んだんですよ。おい、起きろ。エムレ、エムレ起きろ、起きろ、おいおい起きろ、おい起きろ、ほら起きろ、おい起きろ、あー起きろ、早く起きろ。お前遅刻したって。お前この天切で耳に入った、マジで耳に入った。何時まで寝る気だよお前。仕事するぞ、早く起きろ。あー、頭痛いて。起きろ、おい、のぼけるな、こら、おい、仕事するぞ、こら、起きろって。やめて、耳に入った、マジで耳に入った。お前、俺も飲んなよ、俺も今頭痛いよ。中耳炎になる、頭痛いからなおさらやめてくれ。中耳炎ってなんだよお前。中耳炎って何？中耳炎、中耳炎って何？いいかよ、とりあえず起きろ。ちょっとよそ行っててやめろよ。とりあえず早く待ってるから起きてこい。早く起きろ。早くして。おい、エース、コーヒーお願い。はいはい。おはよう。全然おはようじゃねえか。まだ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 おやすみ。はい、飲め。一口飲め、一口飲め、早よ飲め。マジ冷めろ、飲みすぎだって、飲みすぎ。お前もなお前もな、顔洗ってこい。やばいな、頭痛いな。ちょっと大丈夫、マジこれ何もできる気しないんだけど。なんとかなる、なんとかなる。とりあえずシャワー見て出発するから。あのシャンパンいつもファンの方が送ってくれたやつ。あれ飲んどくない？あれあれ、ちゃんと金の金箔みたいなの言ってるじゃん。俺飾り込んでんじゃん、二人の写真撮ってるから。え、あれ飲もうよ、飲もうよ。飲まないよ。なんで飲まないの。あれでもさ、お前
来た時さ、これ飲みたがるよね。飲んでいいみたいな言われるんだけど、場所変えないとね、あれ絶対いつか飲まれずにならないと思うんですよ。確かに、あの盗まれるよ、あのシャンパン多分。盗みないけど、なんか毎回俺もさ、なんかこれ飲んでいいってさ、いやダメですって言うと断りにくいじゃん。もう毎回なんかケチケチしてるなって思われてるかもしれないけど、ケチケチとか関係ない。あれはなんか俺らにとって大切じゃんね、一つ一つ僕ら大切にしてる。でもいつか飲もうよ、さすがに。起きろ、おい、起きろ、とりあえず起きろ。俺なんか動画見ないと起きないよね、なんか無理。いや、いいから今動画とかマジ。とりあえず仕事モードになって。はいはーい、お前マジでさっきさ、耳の中にさ、水入ったから、マジ中耳炎だっけ、なんだっけ、あれ。中耳炎って何マジ、ほんとに。なんか俺小学校の時よく耳鼻科でさ、耳の中にプールで水が入って、なんか中耳炎になってますとか言われてさ。知らねえよ、お前、小学校。あれちゃんと、そう、気をつけないといけないんだね。耳鼻科で結構怒られちゃう。知らねえよ、お前の耳鼻科事情なんて。こうやってだからプールの時もさ、こうやってやってるじゃん、お前が。プール懐かしいな、プール行きたいのにさ、いい。朝から何の話してんの、お前。いいよ、もういいよ。とりあえずあのシャンパン飲もうよ。まあ、それはよくシャンパン、うっせえな、お前。なんか仕事したいって誰が言った、お前が言って。仕事したいってシャンパン飲むから、あれは飾り物だよ、置いとく。え、あそこで合ってるかな、場所。他のとこ移す。いいじゃん。なんでそこなの、あのシャンプー。なんでそこに置こうと思ったの。そこでもいいじゃん、別に。そこでもいいし。なんでそこなの。変えてください。ちょっとうるさい。だって周りのものがなんかさ、ちょっと変になっちゃうじゃん、あそこにシャンパンあると。わかる。お前さ、文句なら自分でやる。俺に言うな。いい加減のまま大人なの。文句あるなって配置考えろちゃんとね。いろんなもの置いてるじゃん。あっちこっち行ってえな、もうボロボロ。いつもなんか宅飲みの後さ、勝手に帰っていくよね。鍵も閉めないで。なんか盗まれそうだよね、家具。大丈夫かな。テレビごと持って帰れないし。いや、なんかさ、銀の盾欲しい欲しいって言ったからさ、なんか取られたらやべえよなって。え、銀の盾よ。そこに落ちたの。え、待って待って、銀の盾そこに落ちたよ。そこに落ちたよ、銀の盾。あ、場所そこだったよ。え、お前映した昨日、頭酔っ払ってて、なんか自慢してたよ、お前銀の盾すごいだろみたいな。ベランダとか自慢してねえよ、これすごい触ってみてって言ったから触れってさ、絶対これ〇でね。あいつが悪った。え、とりあえず連絡してみます。ええ、ここだったの、場所は。場所はここだったの。ここだっただけよ、お前。いつもお前ここに置いたんだろ、お前。俺毎日浮いてたから。はっ、いはい、どんまい。とりあえず留守。とりあえず、あの、俺家知ってるから、ちょっと行こう。家宅捜査しよう。いや、なんて言うの、お前。それもし違ったら超恥ずかしいじゃん。銀の盾返せ。え、いや、あったよな、それ。あったね、お前。いつもここだろ、お前。とりあえず一回ちょっと動画回して証拠動画にしようよ。はい、はい、緊急事態、はい、緊急事態。銀の盾盗まれました。ここに銀の盾あったんですけど、盗まれました。朝起きたらないです。盗まれたじゃねえだろ、お前。これどういうの、相手も失礼だろ、お前。これ取ったっつったら、取ってないっつったらどうすんの。いやいや、でもないってことは、俺らがどっか寝ぼけて置いたか。俺は置かないから、お前。毎日で拭いてんの、それを大事にしてんの。お前がね、いつもみたいにだらしない行動をね、ここで発揮してどっかに置いたかね、あの、昨日の取ったか、どっちかなんだよ、お前。思い出せ。ガチでどうすんの。一回ちょっと探そう。ここら辺に何かありそうじゃない？何かありそうじゃない？あるわけねえだろ、お前。なんか、え？は？ね、汚い。あった。汚い。誰が置いたの？何してんの、お前ね。指紋ついてんだけど。いやいや、俺じゃねえよ。誰が置いたんだよ、そこ。ね、マジなんだ、お前。え？誰やったん、これ。いや、俺そこで寝てたけど、なんか誰かいたずらしたんじゃない？ちゃんととりあえず置こう。とりあえず置こう。汚いから置こうじゃなくて、お前。なんだ、お前。かっていちいち触るなって、これ。俺ほとんど触ってないからね。俺遠くから大事にいつもこうやって拭いてんのに、何お前さ、ベッドの中入れてんの。お前やったんだろ。いや、知らないって、知らないって。知らないじゃねえだろ、お前。何お前のこと勝手に疑ったじゃねえかよ、お前。かわいそうだろ、お前。やつも吐いていってれー。あったはずの銀の盾が消えてたら、兄はいつ気づくのかでした。よいしょー。ほんと潔癖症だな、お前。潔癖と関係ねえだろ、お前。元を大事にできないやつはね、将来彼女も大事にできねえんだよ、お前。
いやいや、銀の盾盗むって言ってもさ、盗めなくね、名前書いてあるんだから MN チャンネルって書いてあるよ。まあ中にはいるんじゃない。でもね、お前のせいでさ、あいつらのと疑っちゃって、もう実のいとこなんですよ。もうなんで俺は本当に人間として今自分を責めてるけど、でもお前のせいやから俺は人のこと責めないけど、お前がね、あいつらめっちゃ気に入ってたから、あいつらがパクって言ったとか、お前が俺のこと煽ってきたからね、調子乗らせたから俺こう言っただけで、俺本当にね、人のことマジで大切にしてるし、絶対に家族に。いやいやいや、お前、俺が言うまで気づいてなかったってことは、それほどお前大事にしてないんだよ。大事にしてるで、お前まだ俺起きてないんだよ。お前ね、なんだろう、お前耳にね、水入れられて、まだ耳も痛くて、頭も痛くて、二日酔いのまま、そんなお前気づくわけねえだろ。その耳の下りはもういいよ。はい、もういいよ、それはもういいよ。普通のことだからね、お前。はい、ということで、ラジオの皆さん、この動画を気に入っていただいたら、高評価とチャンネル登録と動画の拡散よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、そして、ちょ、ごめん。ああ。気づくわけねえだろ、お前、頭痛いんだから、こっちは。え、俺。触るなって、今拭いたばっかだから。お前が怒ると思って、あの、偽物メルカリで買ってきたの。これ、レプリカ。ガチで盗まれてた。でも、さすがにお前激怒するなと思って、いとこと関係も悪くしたくないし、一応レプリカ置いてたの。名前届いてんじゃねえかよ。だから、作ってもらったんで、裏の業者に。そう、すげえ、お前パチモン？あ、パチモン。まあまあまあ、ちょっといとこともさ、関係悪くしたくないし、まあ疑うのやめて、とりあえず、レプリカでも同じことや。いや、お前でもベッドの下から見つかったことになってるじゃん。みんなにそう言ったよ、俺。いや、みんなは、まあ、そういう感じでいいじゃん。みんなはもう。だから見てるって、まだそのみんなが。いや、動画切ったよ。切ってねえって回ってるで。お前これレプリカってバレた？いやバレてない。え、バレた？お前何言ってんだよバカ。お前バレてるって。だからお前カメラ切ってから話せって言ってんだろ。お前バレたじゃねえかよ。何言ってんだよお前。これ銀の盾炎上だよ。これ銀の盾炎上だよ。